ブラックフライデーって知ってますか？あ、知ってます、知ってます。あのね、黒いね、うん、火だよ。いや、なんかね、こういつの間にか定着したよね、ブラックフライデーって。そうだね、なんかイオンとかでもやってるしね、うん、そう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 。なので、はい、アマゾンでいろいろ買っちゃいました。なんか毎年なんか買ってるよね、なんか、うん、そう、大事だから、安いんだから。VR 関係のものも買おうと思ったんだけど、ピコ4ね、安くなってたんですけど、安くなりすぎて売り切れてました。あー、残念すぎる。いやそれは残念すぎるね。残念だね、うん、人気なんだね。そうなの、クエスト2はね、うん、キャンペーンで安く買えるので、うん、おすすめです。あ、クエスト2はマジでもおすすめ。そう、うん、あとね、オメシス、うん、クエスト2の公式の動画に出てるので、そう、ぜひ皆さん見てほしいですね。もうね、もうレイちゃんがすごい教えてんの。教えた、まあ、私も一応教えたよ、ビート星ね。高橋ひかるさんが可愛すぎました。可愛かった、はい。まあね、ちょっと年末年始はね、うん、福袋とかもあるでしょ、うん、そうあるね。いやー、なのでこちらね、まあ、1万円以内にはね、うん、納めたいなってね。1万円以内にしたんだ、えらっ、えらいじゃん。わあ、1万円以内、イエイイエイ。ということで、はい、何を買ったのか、うん、開けてっていいですか。あー、もう開けてってください。いいとも、はい、オメシスの動画。それでは、はい、まずはこちら、おクリエイティブクラウドコンプリートプラン。あ、これ大事なやつじゃん。大事でしょ、うん、こちら、うん、1個、うん、22,000円引きです。え、22,000円引き、すごっ。これ編集でね、使うやつ。そう、42,700円でした。え、42,000円でした。いや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 、え、1万円以内って言ったよな、さっき。1万円以内じゃねえ、もう超えた、もう超えちゃったよ、もう超えちゃったね。ね、いや、こちらですね、あのフォトショーとか、うん、プレミアとかね、うん、もう必須ツールなんですよ。いや、もうほんと必須ツール。こちらはそれの1年使用料ですね。あ、まあね、まあ大事だから安い時に買わないとね。いや、まあ、2万円オフってかなりでかいですからね。かなりかなり、まあでかいですけど。そうですよ、もうね、毎日使ってるもんなんで、家賃が安くなるようなもんよ。何言ってんですかね、この人。ね、実質無料どころか実質キャッシュバック。お得すぎる。まあお得ですけど、はい、もう1万は超えちゃった。超えちゃった。笑い口じゃないからね。では次行きましょう、はい、続きましてはこちら。うわ、米じゃん。いや、米ね、あのアマゾンでお米買ってる人はね、もう大体これよね。あんたのじゃん、これ。あんただけじゃん、一個じゃん。米は命のもとだから。なんであんた自分の買ってんだよ。では次行きましょう、はい、こちら。え、何それ。じゃらららら、何それ。え、チョコラ BB。 チョコラ BB？ な、え？いや、最近さ、ちょっと口内炎が痛くてさ。え、かわいそう。だからさ、チョコラ BB さ、安くなってたから買ったの、うん、うわ、毎日の家事仕事に忙しく朝から疲れを感じる人にだって、疲れた時の栄養補給だって。なんかさ、結構ビタミン B って取りづらいって言うよね。あ、確かにね。やった、こういう時しかあんま買わないからさ、口内炎が痛い。今だってこことあとベロと2箇所できてる。ちゃんとさ、口磨きな。ほら、うわ、痛そうな、見せんじゃねえ、きっとね、カスついてんだけど。ではこちら続きまして、はい、あ、なんだなんだ、こちら、でで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 、レガ。え、レゴってさ、子供のおもちゃなんだけど。レゴスティ、お子ちゃまのやつじゃん。見てよ、なに、アイスクリーム屋さんなんですけどね。青と赤のうんこじゃん。そう、めちゃくちゃいいでしょ。え、めちゃくちゃいい。これはこれはちょっとね、持っとかなきゃいけないなと思って。これは爆破じゃん。まあまあ、これは許そう。まあこれがついてるから、まあこれがついてること許すわ。いいでしょ、いいでしょ、うん、いいね、これは。かわいい。やったー、ね、うんこの帽子、うんこの帽子、うんこの帽子はどんなかな。はい、うんこ、うんこ、はい、うんこ、うんこだ。でもこれアイスだね。そうだよ、アイスクリーム屋さんだから。ウケる。はい、やっほー、イエーイ、ヤッホー、ヤッホー、うんこまん、レイちゃんだよ、はい、ヤッホー、リオちゃんだよ、ヤッホー、ヤッホー、今日はどうする、ケーキアイス売る、今日は、うん、うんこを作ろう、うん、イエーイ、バイバイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、バイバイ、イエーイ。では続きまして、こちらとこちら、じゃーん、あ、ボドゲじゃない、ボドゲ、え、スパイダーミン、スパイ
ティーじゃん。そう、なんかスパイダーマンのやつ、これなんか色をこう何個か並べた、先に並べたら勝ちみたいな。あ、なるほどね。うん、あるある。5個並べたら勝ちみたいな。あ、面白そう。5個並べってこと。あ、そういう感じのやつ。もともとカラフルなやつがあったんだけど、それはスパイダーマンコラボみたいな感じが出てたんで買いました。ちょうど2人プレイなんでね、これも。スパイダーマン、スパイダーマン、スパイダーマン、スパイダーマン。そして、うん、こちらはクラスターっていうボドゲですね。クラスター、磁石をこう順番に置いてって、うん、くっついちゃったら負けっていう。フィールドが紐でね、自分でこうくくるんですよ。あ、フィールド、なるほどなるほど。でそこに順番にこうやって置いてって、うん、そのフィールドの形をこう自分で好きにこういうふうに引っ張って伸ばしたりできるの。へえ、面白そう。でも伸ばしてる時に他のところがこう縮むから、それでくっついちゃうこともあるかもね。あ、面白そうですね。面白そうだよね、うん、なのでこちらも買いました。いいや、まあボドゲはまああってもいいもんですからね。そうなの、なんかいくつあってもいいですからね。そうですね、爆発だね、爆発だね。続きまして、はい、こちら何こちらはボドゲです。でかいボドゲですね。でかいでしょ。何これ。クリエイトはマベ、こういう変な形のぐるぐるとかあるでしょ、うん、こういう感じでフィールドに好きな形に置いてって、ボールをこうやって転がしてゴールに導いた方が勝ちみたいな、うん、赤ちゃんのゲーム見た。こんな、え、じゃあちょっとやってみようよ。絶対こんなの余裕じゃん。あたしが今からこれステージ作るから、あんたゴールに入れなさいよ。え、そんなの余裕なんだけど。じゃあ赤がスタート地点で、うんうん、あなたは青のゴールに入れてくださいね。あ、こうやってやるのか。そうだよ。なるほど。え、なんか、え、そんな位置むずくね。え、全然むずくないし、こんな赤ちゃんがやる、うん、子供、お子様向けゲームだからね。ふーん、そう思ってなよ。完成。あ、なんか全然、え、もうこんもう舐めてるね、私のこと。赤がスタートで、青がゴールだからね。なるほど、じゃあこういうこと。そうよ。は、マジな、ま、舐めんなよ。それでは、はい、スタート。いいの。いいよ。もうこれ3秒よ。オレンジ、紫のライン、そしてそこのふーん、里が行って入る。あ、こんなの余裕だし。はい、わー、はい、いやー、いやー、あー、いやー、あ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 ー、ぬるいシージャンプでやんのは。だってこれは、うん、大人で考えたらこういうことするよね。うざうざい。作るのもすごい楽しかったし、考えながらの面白かったですよ。ちょっと面白いね、これ。ちょっと面白いね。面白い。じゃあ届いてないんですけど、はい、あの買ったもの最後の一つはこちら。レゴやん。え、またレゴ。レゴシティ急行。え、レゴ。これね、結構すごいの、ほら見て。もう列車に電車になってる。え、マジじゃん。山手みたい。最近さ、レイちゃんさ、ちょっと電車が好きなんだよね。まあ、新幹線とかが、うん。確かに確かに。めちゃくちゃリアルだね。めちゃくちゃいいよね。うん、以上、今年のブラックライデーでした。ねえ、全然リオのがないじゃん。全部全部全部レイちゃんのじゃん。リオのない。あ、そうだ。何？リオちゃんにも買ってあげたものがあったんだった。嘘。そういえば。マジ？ちょっと待ってて。うん。何？なんかな？犬？おお。あ、可愛い。何それ？こちら。何これ？何これ？ピクミンパーカー。めちゃくちゃ可愛いんだけど。めちゃくちゃ可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよね。え、お花ついてるの？つぼみも。そう、お花ついてんの。え、可愛い。ほら、こちらちなみに赤もあります。うわー、あんたのも。そう、めっちゃ可愛いでしょ。え、めっちゃ可愛い、これ。そうなの、めっちゃ可愛い。ピクミンのグッズいっぱい出ててさ。え、やったー、マジで。ね、嬉しいね。え、ブラックライデーで買ったの？マジ？すげー。ブラックライデーじゃない、可愛い。え、はい、ということで、はい、多分ね、まだギリギリブラックライデーやってるので、ぜひ皆さんね、いろいろ買ってみてはいかがでしょうか。いかがで、ブラックライデー。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またねー。バイバーイ。